2024年3月19日火曜日朝7時55分です。おはようございます。仮面トラベルです。今自分は宿泊しているホテルのロビーにいます。これからね、朝食を食べに行きたいと思います。はい、今日のね、朝食はね、ホテルのビュッフェで食べたいと思います。はい、ですね、自分勘違いしてました。実はここの朝食お金を取られるそうで200円かかるそうです。まあそうですよね、ホテル代かなり安いから、まあ、朝食代取られるはずです。うん、まあもう200円ね払っちゃったんで、ここで朝食食べたいと思います。はい、朝食を食べる場所はこちらになります。ハロー、おはようございます。おはようございます。食べますね、朝食。朝食なんですけど、結構いろんな種類の食べ物があります。ほら、ここにも結構美味しそうですね。あんまり期待してなかったんですけど、ぶっちゃけ。いや、美味しそう、美味しそう。よかった、200元払って。はい、料理を選んでみました。朝からどか食いです。お許しください。ではいただきます。うん、美味しいです。さすがね、200元するだけのことはある。味がしっかりしてます。うん、これなんだろう、このね、ローストビーフっぽいやつ、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。うん、めちゃくちゃ美味しい。はい、ハローハローハロー、台湾の海苔、台湾の海苔。あ、なになになに、台湾の海苔、台湾の海苔なんだ。美味しい、美味しい。今ね、こう持ってきてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。シェシェ、Thank you、シェシェ、Thank you、シェシェ、シェシェ、ありがとう。 Welcome、Welcome、 イエーイ、Thank you、 ありがとう、本当に。今、おすすめの料理持ってきてくれましたね。あの、先ほどのね、陽気なスタッフのおじちゃんが、ちょ、見えるかな、ちょっと、ここ、これね、この料理をね、勧めてくれたんですよ。あとこれ、台湾のご飯、これも食べてみてって言われて、ああやってね、もうこう、なんか陽気に接してくれると、こっちもね、テンションが上がって楽しい。うん、はい、冗談抜きでね、やっぱああいったね、触れ合いが、本当、旅の醍醐味だと思います。朝からね、すっげえ嬉しいです。うん、ごちそうさまでした。完食しました。美味しかった。ごちそうさまでした。バイバーイ。嬉しい、嬉しい。バイバーイ、ありがとう。またね。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。ありがとうございます。シェイシェイ、シェイシェイ、ありがとう、ありがとう、シェイシェイ、ありがとう。イエーイ、オッケー。はい、ご覧の通り今日の台中天気がとても悪いです。今小雨も降ってます。で、気温もね、低く、ちょっと寒いです。でも大丈夫、防寒対策しっかりしてるから。というわけで、台中観光を始めたいと思います。はい、じゃあね、台中の主要な観光地回ってみましょうか。まあこんな雨だけど、なんとかなるでしょう。ではこのバス停から台中国家歌劇院へ行きたいと思います。はい、107番のバスに乗り込みます。乗るバス間違えたようです。
やっちゃいました。まあ間違えちゃったんでね、もうしょうがないですよ。なんとか目的地へ行きます。でもあのローカルな街並みがね見れてよかったです。ここは何なんだろう、普通の住宅地なのかな。はい、先ほどね自分バスをね乗り間違えたと言ったんですけれども、乗り間違えじゃなかったですね。ざっくり言うと、あのバスはあそこで終点で、また違うバス停から乗り換えて、目的地へ向かうって形ですね。しかしね、あのさっきあの自分住宅街って言ってたじゃないですか。ここら辺ね、ほらマンション、まあ、とにかくね高層ビルがねたくさんあります。はい、ようやく75番のバスが今到着しました。乗ります。はい、10時6分、台中国家歌劇院へ到着しました。早速、サクッと観光してみましょう。はい、こちらが台中国家歌劇院になります。台中国家歌劇院なんですけれども、台中市の再開発エリア内にある大型公共コンサートホールと、その運営主体となる行政法人の名所なんですよ。台北市の国家領庁院に次いで約30年ぶりに新設された国家級ホールで、日本の建築家伊藤豊雄が設計し、総面積は 57,685 平方メートルに及ぶ。院内は大劇場、中劇場、小劇場以外に飲食店と空中花園を備える屋外小劇場で構成されているとのこと。ここがね、台中国家歌劇院の入り口です。今日はね、もちろん中には入りません。何もね、この時間帯だとコンサートやイベントはやっていないんでね。先ほどもお伝えした通り、都会度半端ないですね。マンションのね、なんて言うんだろう、デザインが個人的には好みです。はい、建物の側面に来ました。側面はねこのような感じですね。ユニークなデザインですよね。はい、ここはね、なんだろう、はい、ここはね日比谷野外音楽堂みたいになってますね。まあ違うと思うんですけど、こんな感じの場所です。はい、こちらがね、背面と言えばいいの、周りは本当マンションだらけですよ。台中のね付属層の方々がお住まいなんでしょうか。結構ハイソなところみたいです。ここは見えます、カフェですね。あ、カフェじゃないな、レストランなのかな。まあ飲食店です。あ、今この飲食店でお客さん2人がくつろいでますね。はい、この下はね水が流れてます。夏にねここを訪れると気分だけでも進めそうですね。はい、ここにはワニと、ワニじゃねえか、恐竜のオブジェがありました。
はい、次の観光地なんですけれども、レインボービラージュへ行きます。まずね、MRT に乗って、新幹線の台中駅へ行きたいと思います。それにしてもここら辺すごく都会です。目の前スタヤがありますよ。スタヤは ここはね、寺院になってますね。ここら辺面白いですね。はい、ここがね、市政公園というそうです。都会的な公園ですね。で、奥の方に見える緑色のプラットフォームが MRT の駅になります。市政府駅って言ったかな。MRT の駅に到着ですね。はい、こちらが市政府駅台中シティホールステーションです。じゃあ早速 MRT に乗って新幹線の台中駅へ行きたいと思います。はい、このね、 MRT の路線なんですけれども、台中で初めてできた MRT の路線とのことなんですよ。そう、いつできたんだったっけな、ちょっと忘れましたが、まあとりあえず乗ってみましょう。はい、ここがね、市政府駅のコンコースとなっております。じゃあ UU カードを使って乗り込みましょう。はい、駅のプラットフォームはこのような感じです。はい、今自分がいる駅は市政府駅です。で、まず最初の目的地はここですね、新幹線の台中駅です。今ね、車窓の風景を撮影しているんですけれども、まあ、路線全体ね、このように壁と屋根で覆われてるんですね。なので残念ながら、まあ、このような風景しか映せません。申し訳ない。はい、時刻は12時27分ですね、新幹線の台中駅に到着しました。ここからレインボービラージュへ向かいたいと思います。はい、皆さんこの風景覚えてますでしょうか。昨日自分がね、台北から台中に新幹線でやってきて、で、ここからね、チケットを買って台中の中心部にある台中駅へ列車で向かいました。駅名なんだったっけな、新鳥居駅だったかな、うん、で、この新鳥居駅の隣が MRT 台中ステーションになります。ではバスに乗ってレインボービラージュへ向かいたいと思います。 MRT の駅を出てきました。バス停はね、もう目の前にあるんですけれども、この周りの景色、地郊外という気がしません？これがね、本物の郊外ですよ。でね、バス停はね、わかるかな、あの黄色の、黄色と白の看板のところがバス停です。
はい、今バスを待っているんですけれども、なかなかバスが来ません。一応ね、99番のバスに乗ってレインボービラージへ向かう形です。あ、よかった、来ました。99番のバスです。これに乗ってレインボービラージへ行きます。はい、11時51分レインボービレッジへ到着しました。はい、さっきね、ちょっとバスに乗ったんですけれども、バスの中では撮影しないでくださいと言われたので、車窓の風景を撮影することはできませんでした。申し訳ない。レインボービラージュと今までね呼んでいたんですけれども、レインボービレッジなんですね、多分。どっちでもいいのかな、名前の読み方。うん、まあとにかく私はレインボービレッジに統一したいと思います。ね、この辺ね、マンションとかたくさんありますね。なんかレインボービレッジがあるような場所とは思えない。でも雰囲気的にはね、結構この感じ好きです。ここですよ、レインボービレッジ。たどり着きました。あ、すごい、たくさんの観光客でいっぱいです。はい、こちらがレインボーブリッジになります。残念ながら車が駐車されてますが、ご勘弁ください。では中に入ってみましょう。ここが入り口なんですかね。どこなんだろう、入り口。あそこっぽいな。はい、ここが入り口みたい。たくさんの観光客でいっぱいです。はい、この日のね、台中とても風が強くてね、撮影しながらレインボービレッジについて説明していたのですが、風の音のせいで音声がうまく録音できていませんでした。なのでナレーション入れて説明しますね。レインボービレッジは中国語で最高謙遜と読みます。この場所は国民党の蒋介石率いる中国国民党が国境内戦に敗れ台湾に逃れた際に、国軍とその家族のために用意された居住地として知られています。2008年頃から香港出身の元兵士である江英福さんというおじいちゃんが一人でこの場所でご覧のように素晴らしい絵を描き始めました。でですね、残念ながら江さん、今年の1月にお亡くなりになられたのですが、その活動は世界中に知れ渡り、今や台湾を代表するアートスポットとなっています。はい、早速中に入ってみましょうかね。あ、すごいね、ほら、壁一面に可愛らしい絵がいっぱい。観光客の皆さんもね、この絵を見て大興奮されてますよ。俺も興奮してます。すごいね。はい、こちらにはね、メッセージカードがたくさん貼られております。はい、あちらにはね、仮面をかぶった男性の方がいらっしゃいます。仮面トラベルのライバルですね。
晴らしい歌を聴きました。なんだか心が癒されました。いいよね、ああいう感じ大好きです。でね、今日風が強いんですよ。わかります？ほら、木がもう強く揺れてるでしょうね。今日晴れていたらよかったのになと思うんですけど、なかなか、まあ天気はね、言うことを聞いてはくれません。さて、レインボービレッジを離れて次の観光地へ向かいたいと思います。はい、13時10分新ウリステーションへ到着しました。ここからまた次の観光地へ行きたいと思います。では在来線に乗って台中中心部にある台中駅へまずは行きたいと思います。14時6分、台中駅に到着しました。急いで次の観光地へ向かいたいと思います。駅のコンコースへ出てきました。さてと、ここからバスに乗って、まあ、次の観光地行くんですけどね。さて、私はどこに行くんでしょうか。とりあえずあのバスに乗っていきます。はい、いやー、乗るバス間違えて本来の目的地とは逆の方向に来てしまいました。つうかね、自分のねリサーチミスです。まあでもね、まあ、そんなトラブルがあったとしてもこのようなローカルな景色が見れていい感じです。ちょっとすごいところを見つけました。なんだこれは。はい、なんて書いてんだろう。台中市南天宮かな。うん、奥の方にはね、まあ、神様なのかな、すごく大きな神様が祀られております。ちょっと近づいてみましょうか。いや、これはちょっとすごいですね。見応えがあります。すごいですね、ここにもいますよ。景福園でいいのかな。ね、はい、中に入ってきました。はい、とてもね、勇ましい音楽が流れております。まあ、とにかくね、たくさんの神様が祀られておりますね。
応対がある寺院です。はい、見応えのある寺院でしたが、残念ながら次の観光地が待っているので足早に退散します。はい、ではね、このバス停から本来の目的地へ行きたいと思います。はい、自分次の観光地のことを言っていないですよね。次の観光地は台中放送局になります。この台中放送局、日本統治下時代のラジオ局だった場所です。はい、ただいまの時刻が15時3分ですね。台中放送局の最寄りのバス停に到着しました。じゃあここから徒歩で台中放送局へ向かいたいと思います。今日昼飯を食べてません。昼ご飯を食べてませんで、目の前に良さげなお店を見つけたんですけれども、入って食べましょう。はい、こちらのお店でネギ花大餅って言えばいいのかな、こちらを購入しました。値段はね40元でした。早速食べてみたいと思います。はい、こちらがねネギ花大餅になります。ネギがたくさん挟まっているパンみたいですね。はい、今食べてます。美味しいです。うん、なんだろうね、ネギが挟まった塩気のあるパンみたいな感じ。うん、あっさりしていて美味しいです。シェイシェイ、バイバイ。いいね、このシンプルな味加減。今歩き食いしてるんですけど、奥に行くにつれて塩気を増してきてめちゃくちゃ美味しいです。うん、はい、もうすぐ到着かな。見てくださいよ、この懐かしい感じ。自分にはね、この風景が、街並みが懐かしく思えてきます。はい、こちら、そうですね、こちらが台中放送局です。現在の時刻が16時30分。ちょっと結構時間かかっちゃったんですけど、たどり着くまで、6時まで、この中を見て回ることができそうです。入り口、あれかな、どこかな、入り口。ちょっと、あ、こっか、こっか。じゃあちょっと入ってみましょうかね。はい、中に入ってきました。結構面白そうな空間です。はい、こちらはね、昔のラジオ局の機器です ね。こちらにはチャンネル1、2、3、4、5、6、7、8 8チャンネルの、なんていうんですかね、コンソールですかね、だと思います。すいません、ちょっとよく分かってなくて。はい、こちらにはね、昔の、なんだろうね、オープンリールか、オープンリールが置かれております。はい、台中放送局、台中ブロードキャスティングブレアでいいんですかね。すいません、ちょっと英語苦手なんでよくわかんないですけど、1935年に開局したんですかね。で、ここにはね、設計台中州土木課、多分そうですね、台中州土木課って書いてて、工事監督が同乗、なるほど、
で、受け本人が平塚達義さんっていう日本人の方ですね。はい、こちらにはね、台中放送局の歴史がパネルで展示されております。はい、こちらが日本統治下時代にあったラジオ局の地図になります。そうですね、まず台北市にはもちろんありますよね。で、台中市もあったんですね。で、嘉義市にももちろんあって、台南市にももちろんある。で、嘉穂市にはなかったんですね。あと彼にもあったとのことです。で、こちらの部屋は、なんか子供向けの部屋みたい。はい、今気づいたんですけど、これね、紙コップで作った風鈴ですね。ほら、鈴がついてる。あ、やっぱりそうですね、さっきの紙コップの創作物、風鈴でしたね。なるほどなるほど。正門の前にはこのように小さな池があります。はい、台中放送局の隣にはね、このような大きな広場があります。はい、今ね、台中放送局から出てきました。まあ懐かしい感じがして良かったんですけれども、ぶっちゃけね、ちょっと物足りなかったですね。もうちょっとね、こう見る場所があればなと正直思いました。うん、まあね、ここまでね、たどり着いてミッションをね、完了したのでよしとしましょう。はい、ただいまの時刻16時10分ですね。実はね、明日カオシュンに向かいます。でですね、今からホテルに戻って、カオシュン行きの新幹線のチケットと、あとカオシュンでの宿を予約したいと思ってるんですね。うん、なので今からホテルに戻ります。まずこれが一つ目と、あとね、洗濯物が溜まってしまったんですよ。で、たまたまホテルの近くにコインランドリーがあったので、そちらへも行きたいと思います。はい、ただいまの時刻17時33分ですね。先ほどホテルに帰って、新幹線の予約とカオシュンでのホテルを予約しました。で、今からね、溜まった洗濯物を洗濯しにコインランドリーへ行きます。まあとにかくね、明日は台中からカオシュンへ行きます。台中ね、なんか不思議な街です。なんだろうな、なんかね、悪い意味で言ってるわけじゃないんですけど、いい意味でですよ、なんか捉えどころのない街なんですよ。なんか不思議な街。これね、申し訳ない、俺の感覚的なものなんで表現しづらいんですよね。まあそんな感じですわ。はい、ランドリーは台中駅のね、反対側、いわゆる向こう側ですね、にあります。先を急ぎます。すごいね、このトンネル。はい、コインランドリーが見えてきました。
はい、コインランドリーはこちらのお店です。自助洗衣房と読むのでしょうか、なんて読めばいいかわからないんですけれども、こちらがコインランドリーになります。でまずこちらで、洗剤を買ってこちらの洗濯機で洗濯をするようです。はい、こちらの自動販売機で洗剤とランドリーバッグを購入しました。はい、インターネットで台湾の洗濯機の使い方を検索してなんとか使い方が分かって今洗濯しております。無事に洗濯できてよかった。はい、無事に洗濯が終わり今乾燥機で乾かしてます。まだコインランドリーで乾燥中なんですけれども、こちらのお店で食事をしたいと思ってます。はい、店内に入って注文しました。自分がね注文したのは B 番さんかな、そう読めばいいのかな。165元です。はい、注文した食べ物が到着しました。食べてみたいと思います。はい、一通りね食べてみました。まずねこれがねルーローハンみたいな料理です。の上にねこれ、牛かな、おそらく牛だと思うんだけど、うん、牛肉のそぼろが入ってます。豚肉じゃない気がする。であとこれゆで卵ですね。でこれがねイカを茹でたやつ。ここにねわさびとねなんかよくわからない甘ったりソースがあって、これにつけて食べます。でこちらがレタスと白菜を茹でたもの、うん、これねソースがピリ辛なんですよ。とても美味しいです。でこちらがねスープになります。このスープはねなんか肉のつみれ、多分豚肉かな、豚肉のつみれが中に入ってて、このとろーっとしたねスープが中に入ってる、これ美味しいんですよ、うん、まあそんな感じです。はい、完食しました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。 OK、 Thank you、 シェシェ、美味しかった。 How to、 How to、 Thank you、 バイバイ、バイバイ、 OK、 バイバイ、バイバイ、バイバイ、バイバイ。まだね乾かないんですよ、うん、なのであと30分追加、まあ仕方ないですね、気長に乾くのを待ちましょう。はい、今ですね洗濯物が乾くまで、タイチュンの街を散策してます。というか静かですね。まあ明日の昼にはカオシュに行っちゃうんで、タイチュンの風景は見納めです。この旅でね何度も言ってるんですけれども、なんかネオンがね綺麗なんですよね、うん、なんかこう日本とは違う光具合っていうかね、うん、ほんときらびやか。肝心なことをね言うの忘れてました。今ね自分ね GoPro で撮影してます。そう、レンズにひびが入った GoPro です。最初はもうレンズにひびが入ってるんで GoPro での撮影やめとこうかなと思っていたんですけれども、まずレンズ自体は保護レンズっていうことでメインのレンズが傷ついていなかったんですね。それはねインターネットで調べたんです。でその保護レンズのちょうど隅の方が傷ついてたんで、まあ、撮影する分には全く支障がないので GoPro 復活させました。はい、ただいまの時刻20時38分です。やっと洗濯物が乾きました。よかった。これからね宿の方に
帰っていろいろと明日の準備をしたいと思います。はい、宿にね帰る前にちょっと面白いところ見つけたんですよ。ここはね台中駅近くの線路の高架です。でね、この線路の高架には台湾コネクション1908って書かれてるんですね。でですね、右側を見ると実はね、この通路がちょっとしたね面白いことになってるんですよ。はい、で、このね、通路のね、両端にはこのようにいろいろな案内図があります。でね、例えばねこことか、これ台中駅なんですよ。で、台中駅の周りには、周りっていうか隣かな、隣には、まあ、例えばこのような広場があるよとかね、なんかこうちょっと読めないけど、まあ何かこうあるんでしょう、公園みたいなやつとか、わかんないですよね、いろんなこう施設があるよって説明してくれてるんですよ。はい、そんなわけで宿に戻ってきました。今日はここまで。また明日も旅が続きます。それでは皆さん、おやすみなさーい。